っていうのが分かってるのに、それに入ってること自体がまず嵐だから。あなたの役割は、まあ、人狼でもいいや。人狼。になりました。仲間を確認し、あ、自由話しに合いやっましょう。ていただいて構わないので、任せますよ。好きなようにやってもらって。あれ聞こえないのかな？はい、はい、お了任せしますんで、解。もう、ムーブに関しては、はい。これ、スムラの役語りとかありなん？なしなんじゃない？わかんないんだけど、なしあ、出せないなの？のかもしれない。ちゃんと聞いてなかったけど、一般的ななしなのかな？ああ、わ了からない、解。これは。うん。まあ、好きなようにやって注今お意さ待れちてくまだすけさい。ど。じゃあ、嵐がいたんですけど、同人拒否とかそういうのを知ってて、わざわざ入ってる場合はもう朝が嵐で来すよ。ました。それ初配日信しのてたら襲撃嵐配は信ですよ。ありません。うん。だって嫌がってる6ところ番にわざわざ行ってさるってんことだはから。発言します。ね。まあいいや、はい、終わったことおなんはようで。ございます。村人陣営で。今試合向こうとかあるから、の精もう査時なん間でのす無駄けなんだわ。ど、占もう配い送師簡に単にで対きしるから。て結構重点を置いて精査するんですけど、別に。まず、投票行動、ランテージの仕方で、その占い師さんが、例えば、じゃあ、1と2があ対れだ抗ね。軸に見えるから、そのランテージで投票行動みたで、いととりか、あえず他のそういう人思に考迷惑かか論をないように言っしないてとくれるね。と、すごいいいなって思っていて、で、あ、またそゲーのムをす投るって票ことだよ、先こでれ。あったり、占い俺は先狼でやありったくたはりないとけど、かね、他の人は別にやりたいわけだからね。理由がちゃんと言えるとかがめっちゃ大事だと思うので、精査する要素になるので、そういうことをできれば言ってほしいかなと思ってます。で、気になった箇所っていうのは、どんどん僕は触れていこうと思っているので、話しっかり聞いていこうかなって思ってます。以上です。7番さんが発言します。ちょっと6番3番が何言ってんのかよく分かってないんですけど、なんか占い師さんが1と2が対抗軸だからそこの投票行動見たいってあんまり意味わかんないんで、なんかやめてほしいですね、そんなランテージの仕方。言われちゃったらちょっと7番はその占い師の心切っちゃいそうですね。はい。まあ、もしかしたら6番さんは占い1角の平和村盤面での話を言ってたのかもしれないですけど。まあいいです。まあでもどういう盤面でもちょっとそんな精査されちゃったら、ちょっとその占い師についていくことは7番はないですね。時間がないんで理由までは説明しきらないですけど。全然共感できないですね、6は。なんかよくわかんないけど、8番さんが誰だ発なっ言してまいう。す。別はい、にあれ、お願いし俺別にま無す。理イしレオてノール人狼でやりたくないのす。に狼やらされんだぞ。そうですね。まあ、6番さん、意味わかんないです。正直。なんかで、よこくんわなかんない話の出し今方だ人狼に何し。の力も入れてないのに、なん荒らか、してくるやついて、もその限う、呆れ定返っ的てくるよなね。精査の中で、うん。本当に見えて10時くる間のぐらかいやっなてんみならたいまな、だわかるすけげえ汲ど、み取ろうと6番さんの話、3僕は試合ぐらい何やが言れいばたいいいんくだらいろうっのノリだて自から、分の基中で本整的理にしはたんで終わすろうけかど、なと思っ結てる。論このは村は、何もまあ、なかったんで、雰囲気良かったら別に続行印し象てもいい悪いぐらいでのす。勢いで。村に対して、なんか、わけわかんないことを伝えようとする人って、置いときたくないです。6番さん。はい。7番さんは、なんすこかのね、村なんかも。様子見てるんですかね。じゃあ2人もうとちょっもとこうぶっ叩飛んいてっだて思い方ま式すでね、いく6か。番さんのこと。ぶっ飛びすぎて逆にヘイト買いちゃう、買っちゃう側の方式10でいく番ってことさね。んが発言しいまきます。すか。よくわかんないただ6から番の印象悪話い、聞いてねえそけれをど、対、俺。6の話聞い7てねえ番、8から番わの手か法っんねえっていてう。普通なのかな。いや、俺は別に6番さんの2周目以降の考察聞いて判断しようって思ったのと、あと、細かいところで話聞いてね、指摘っていうか、結構対話思考はある人だなって思っていて、
まあ、9番投げかけられたら6番さんにできる限りアンサーしようかなとは思って、そんなに俺印象悪いって思えなかったから、まあ、確かに6番の言ってることがちゃんと理解、俺もできてないのよ、何を伝えたいのかって、ちょっと難しい話だなって思って聞いてたから、分かってないくせに印象悪くないって言うと、分かんないから印象悪いって言った7、8番さんよりも、俺の方が変な人ってみんなには見られちゃうかもしれんけど、まあ2週目以降精査してて、まあ話しっかり聞いて対話志向のある人だから、まあなんかやり、1番さんが発言します。俺も6番さんの他の人がちゃんとやるなら、対まあ筋こ普通うになっやっててるあかげなないっとていうね。のの安定た軸だ、と俺か、がちゃんとやれるかって言うとやれないけど本ね。当にその対抗軸になってる1、2とかの 精査し他ようのとしてる人のかはなっ邪魔はしない方がていいからね。思いますね。でも7番さんうん。は一あん応た6初番日平から釣村られ想ると定思うでけど、いる悪い進ね。行だったら分かるっ俺もモチベーて、ショまだンがあ組んみま取なろういとかしてら。るのは、まだ6他番のだっ人のたら邪魔正はね、で直きないんでだよ。すね。で、8番さんは、意識的にやってる感じだからまあね。それを7の意図を汲み取ろうとして明る日以の降かからデッドバイわがかんちょっないとです増えけ出すど、けど、まあでも、6の印象が悪いっピラー来るしてね。印象付けしっかりしてるの、これは結構7、8の印象良かったんですけ谷間の時間帯に頑ど、だ張らからないよう6にが調整塩はしとたからかね。9って6の評価してるのかなってぐらいに思うから、まあ9は結構、9の色見てみたいなって思ってますかね。はい。2番さんが発言します。はい、どうもよろしくお願いします。3番さん、ランダム白と出ております。お願いします。そうですね、まあ、発言から、まあ、グレーの話聞いて思ったこととすれば、6番って、まあ、初定位置の内容で、まあ、2周目の、まあ、ランスケールとか、そういった、まあ、話とかしてくれればいいんじゃねえのとは思いますけどね、まあ、グレーでどう思ったのかっていうところを話してくださいって話です。なので、2周目位置でしかないし、7番さんがね、まあ、6に対して、まあ、しっかりと精査入れようとしてたところは、やっぱり、まあ、1番さんの言ってた通り、好印象かなと思います。ただね、まあ、9番がね、まあ、7、8に関しては、まあ、6に対しての、まあ、精査、印象が悪いってことには、よくわからんって言ってるところが、最終的な、まあ、出口っていうのが見えてこないんで、まあ、9番さんがちょっとどうかなとは感じましたけどもね。まあ、レノ社に関してとかはね、まあ、普通に、ね、2周目の位置で、まあ、使用ボタンめでんど出るくせえことになってるのわ。で、どうしはよう。適当でいいねじゃん、どこうなんれですかね。もまあ、正直言って。あなたの発言です。う。はい。そうですよね。6は確かに2周目がないとわからない。まあ、ただ、7番、6番について触れてるけど、まあ、精査する意欲はあったんじゃないかっていう。まあ、2番と言ってるのは確かに、一理ありますよね。そう考えれば、1番、9番に指摘してる、7、8と6のこの、反応について、わからない。と言ってるのが、ちょっと1番視点、9番が、ちょっと怪しく見えてる1番の視点も、確かにわかるなっていう、印象の1周目なんです。はい。ただまあ2周目あるので9番の人がどういう考えだったのかっていうのは、聞かないとわかりませんけども。まあ印象は確かに良くなります。だなっていうのがね。はい。なので、はい。まあ2番のね、真の可能性はかなり高いなって感じました。以上です。はい。4番さんが発言します。まあ、これ5番で出ないんだったら平和なのかな、もしくは切腹がいる可能性があるかなと思ってるけど、まあ、6番が占い師で出てくる可能性はあるかなとは思ってるんですけどね。いや、わかんないな、でも。最初、日占いかまあ、らと思っ出てきたてけど、るなんかがそ来るの、うちのはいいけど、1、2を対俺抗の軸狼なで、んてまあ、1、もうめ2んどの、くせえからまあ、対な。抗軸に挙げてるものの投票を見たいんだっていう発言が、眠い。なんていうのかな、初日グレズリになるのか、眠い。もしくは、なんか自分が生き残る精査かなと思ってるから、6番にはその、わかんないけど、怪しいというよりも何かの役なのかなくらいのイメージですね。はい、そのくらいです。で、8番が7番にもっと6を叩けばいいのにって言ったけど、7ちょっ番はと6を叩6け番のばいい思考の。の占い師だったらついていきたくないんだって言ってるから、まあ、ある程度の、まあ、
怪しい目線持ってるんじゃないかなと思ったから、8がちょっと過剰かなっていうふうに思ってます。5番さんが発言します。はい、七代です。2番さん、偽ね。で、3番さんはまだ2番さんしか出てないのに、2番さんが真だと思うって言ってて、完全におかしいですよね、これと思って。3番さん占いたいなと思ってます。そもそも俺9番さんおかしいと思ってないけどね、別に。6番さんの評価中だなんて言われてますけど、俺全然そんな風には見えなかったですね。普通に自分の意見を、述べて、理由しっかり話して、述べていたから別に。だから1、2、3おかしいなと思ったよね。まあ、4がそんな8に当たるかな、8に当たる人あるかなと思ったけどね。俺は全然その叩いていいと思ってるからさ、叩いていい側だと思ってるから、8番さんの意見おかしくないと思うし、7白出てるんでしょ。まあ、6番さん俺2周目でいいと思ってるよ。だから1、2、3ちょっとおかしいかなと思ってるから、とりあえず3番クロス占いするね。はい。霊媒師と騎士出てきてください。まあ、1、3特にね。はい、以上。な別にどっちでも占われようが占われようが占かろうが発言します。別にどっちでも、はい、もうめんどくさいよね。こういうめんどくさいことしてんじゃねえよ。まず結構盤面整理、おー、これは出ないよ、めんどくさいから。ほう、なんで一番がそうなるのか。大体さ、狼でやる気ねえんだから。一番さんの CEO が少し遅かったのが気になったかなと思うんですけど。出ねえよ、占い師出るわけねえじゃん、俺。まあ、ちょっとグレーから占い師は出ないし、7番さんの発言に対して、8番さんがもっと突っ込んでいいんじゃないかっていうような発言。まあ、4番さんの発言で残した内容ですけど、まあ7番さんは僕に対して叩いてて、占い師だったら信じないよまで言い切ってるので、別にそれでいいんじゃないかなって思ってます。ただ8番さんの発言の中でわけわからんこと言って簡潔に言えてない状況だったら釣るっていう話は良かったなって思ってます。はい。1、2の精査なんですけど、1番さんの例えば9、6って評価集してる考察だとかっていうのは良かったとは思うんですけど、評価集は僕されるつもりはないんでって思いながら聞いてました。別に普通に精査するしっていう感じですね。ちゃんと話聞いてくれそうだなって9番さんに対して思っただけですね。1、2はしっかり話聞いて決めます。7番さんが発言します。ああダメだ、ちょっと5番さんにお願いなんですけど、俺6番がもうおかしい人物に見えてしょうがないんで、6の色をちょっと当てていただかないと釣っちゃいますよ。7番隠し色なんで、4番噛まれて5番噛まれて1、2色出してる盤面だった場合って7番が残る進行になっちゃうんで、6番にちょっと色当てといてください。はい。そうじゃないと、8、9、3から縄を使うことできないですね。7番が、隠し色のものすごい強い位置から6番を一方的に殴りかかる行動になっちゃうんで、5番さんには5番さんの考えがあると思うんですけど、まあ、どうやっても7番残っちゃうんですよ。5連が入ろうが、1、2色出しててね、5連が入ろうが、グッジョブ入ろうが、5連がされて4と7は残る形ですし、4神5神の場合は7残っちゃうんで、その場合7番が強い位置から6番をこいつはおかしい、こいつはおかしい、こいつはおかしいって永遠に言い続けて6番を行動を取っちゃいそうなんで、7番のことを思っていただけるんだったら6番に色当ててほしいですね。はい。6番白だった村だった時に救えないですね。7番は多分考察から6番の村、俺は6番白でしょ。俺たち適当にやってるから、もう適当にやるよ。こういう進化あれがこんなんで平和村作ってるやつ嫌いだから、俺適当にやるよ。もうそこまでしてさ、狼やる気ないってデータ入ってないの俺。狼真面目にやってる動画出してるよ、むしろ。
俺、オオカミ、真面目にやってるか、さっきの試合も。いや、どっちかでも適当にやってんだから、俺のオオカミなんかもう放置でいいってもう。俺に白なんて打たなくていいって。った時に5番から6番白持って、適当にやっ、かなり適当にやってるよ。この試合も真面目にやんないから、もう。俺嫌なんだよね。適当にやるってやる。わかるかな。5番が6番に色当てて、仮に6番が、まあ、スムラが強靭だとするじゃん。白だとするじゃん。で6番が精査する側に回ったとしても俺勝てなさそうだなって思うから6番はずっときたいんだよな。はい。占い当てるっていうよりは俺は村のことを考えたとき6釣りでいいかなって思いますね。まあ1位の精査は置いといて、まあ1周聞いた感じだと、まあ6番除外して9番3番なんですけど、まあ、3番に関しては5番が言ってたとこぐらいですかね。2番が出てる時点でのその発言と、あと9番はなんか、間取った発言しかしてないんで、何も様子拾えてないっすね。あ、とりあえず6釣りたいな、俺。6釣りから始める、人狼ゲーム。わかります？B0 から始まる異世界生活じゃなくて、6釣りから始める人狼ゲームでいきましょうか。はい、以上です。9番さんが発言します。いや、俺、初日で思ってたから、5番さんが一泊して本当に良かった。で、5番さんの発言、本当にありがたいんだけど、でもまあ、みんなの見方、俺はそんな変って思わなくて、分かんないところの印象悪いってしっかり突っ込めてるなら、8番よりも、まあ、6の発言、同じく分かってないのに、まあ、今後の6番の発言聞いて、対話していきたいって言った俺の方がおかしいって見えるのはしょうがないのかなって思ってはいた。で、申し訳ないけど、盤面的に2番の方が激強だと思ってる。あの例の1、2だったら、俺は2番の方が死んだって思ってる。ごめんだけど、1番、3には。2番が人外だったらマジで理的なことしてるから、2番が強靭にも人狼にも9番は思えない。まあ、人狼で強烈に締め取りに来たってのはあるのかもしれないけど、まあでも降りない方が強くないとは思っちゃうのね。で、3番を釣り処理するべきだと思っていて、これも本当申し訳ないんだけど、盤面的になんで平和になったかって言ったら、2番が三四郎で3番囲えてたからっていうのを強く見ちゃうの。だから7番さんが6占ってくれって言ってたけど、6、8、9に占い当てて、で、例の、まあ、あんま釣り切りたくもないけどね、1、2だったら2の方が相当神滅強いから。とりあえず、1と3には縄を使う。だから5番さんっていうのは6、8、9に色を当てるっていうのがいいんじゃないかなって思ってる。だから、7が6に対して占い当てる、8番さんは6釣るべきだって言ってるけど、別に6釣るんだったら、その前に1、3釣って、6が、7番さんがこう言ったわけだし。別に色当てるでいいんじゃないかな。別に8、9に色当てでもいいって思ってるし、そういう進行の方が強いんじゃないかなって思ってるけど。1番さんが発言します。そうですね。まあ9が結構強靭めがあるかなと思ってますね。まあ2強であの動きしないと思ってるし、これはあの2が占いで出てる時に5が7しろっていうのに7、2周目って言ったから5の新切りしてやろうかなと思ってましたけど、まあ5位近くしたんで、まあ9の思考おかしいですね。8、9に色当てるって言ってるのは自分に色当てるって言ってるのがあんまり村に思えないですけどね。はい。まあ、盤面的に 2をロー軸に置いたときって、2、3っていうのを占いで残ったときって当てるんですけども、うん、2、3で三四郎打ってて、霊能で引っ込む2、3が見えないから、9で。あのさ、本当、やる気ねえのに、狼でさせられるんだぜ。そんなノリノリでやってないんだぜ。人狼ノリノリでやってないのに、嵐が来たんだぜ。ここの試合にいないけどね。9、2って見づらいんですよ。で、盤面的に2、3も見づらいんです。で、2の相方って8か6なんですけども。どっちかっていうと、人狼、なんか、しょうがなく義務的にやってんのに人狼やらされるんだぜ。3試合。
ふうな感じですかね。もう適当にやるからもう知らん。8人ツリーチから、あの、ツリーチを1、3にずらしてるの結構強靭っぽく見えてる感じですかね。俺たち、もともと平和村がやりませんのだから、初週から人外っぽく見えてるんで、9の色みたいな。わけねえじゃん。ほら、しっかり言ってたんですけどね。はい。まあ、2がローだと思ってるから、2周目どういう発言するのかなっていうのを聞いて、まあ、グレーだったら、まあ、9か6ぐらいみたいですね。2番さんが発言します。そもそも私が、まあ、5番さんを神格にする必要はない状況下作ってるんですよね。まあ、今回私が平和を作ってる盤面下で1番さんがなぜかね、初週のと、まあ、2週目のところでタイミング遅く出ていることにも気づいてるんですよね。ってことは1番さんの使用が遅いってちゃんと比較をしている6番さん印象いいですけどもね。それよりも8番さんがその1人に対しては置いといてっていう形でなあなあにしてるところはおかしいと思いましたけどね。9番さんの言ってる通り、まあ、しっかりと精査してれば私の方が死んだっていう言える根拠っていうのはあると思うんですよね。そしてですね、私が一番釣りたいなって思ってるところとすれば、変な発言してるのは3番だなと思ってまして、私はまあ、3番さん白って言ってる状況下で、まあ、3番さん目線で2番さんっていう芯っていうのはね、追わないっていう話っていうよりは、広範囲にまだ発言が残ってるものにもかかわらず、なぜかこの人って、まあ、2番さんの言ってること一理あるなっていうような形ですり寄ってきたんですよね。で、すり寄った割には、まあ、グレーの話とかそういった話もない状況下なので、完全に私の発言を、まあ、すり寄ってる状況下なんで、まあ、一番筆頭位置で釣りてえなって心の中で思ってました。うん、で、まあ、8番さんという人物は1、2の精査を飛ばそうとする、そして精査をかけようとしないってところでおかしいなと思って、まあ、正直言って釣り位置で言うんであれば、まあ、3、8なんでいいんじゃないでしょうか。まあ、今回はグレー釣りですよ、うん、まあ、私が釣りたい位置っていうのは 3番なんですけどね、うん、まあ、今言った理由で、まあ、話した理由で、まあ、3番さんはどういうふうな発言をするのかっていうのを聞いた上で私は釣り位置決めたかったんですけども、3番さんが明らかにグレーの話をしてなさすぎます。はい、次3番さん釣り。あなたの発言です。はい、まあ、急にだと思います。2番に釣ります。4番さんが発言します。ね、いや、私は2番芯あるなと思ってます、絶対的にね。で、1番が偽っぽく見えてて、6番9番に対してあまり怪しい虫で思っていらず、9番ってほぼ色も見えてない人物で、まあ、いや、もうこういうねプレイするやつでね、私も2番が芯だと思ってるから、ね、ダサすぎてね、目線が合い、やる気出さないからもう、うん、でこと普通にやってゲームしろって話、盤面でやらない、や、ゲームしないで、盤面でシーン取るんじゃなくて、ダメですかね、5番さん。普通に発言のシーン取れたんじゃなくて、つまんないやつとは関わんないっていう、別個式だろ。別に俺こんなゲームを真面目にやりたいと思ってないから、早く適当な話、自爆してんだけどさ、自爆したらなんかラボとか使えそうだから、もう黙って放置しておこう。813あたりに、その代わり俺はもう適当に流すよ。うん、真面目にやる気はないし、遺言は別に、遺言言わなきゃいけねえんだわ、狼だから。一言言うわ。なんだろうな。めんどくせえの言わなきゃいけねえんだよな。うん、2番芯決めって、3八詰めてもいいかなくらい思ってるんだけどね。8番なんで霊能の精査しないで6にだけなのかなと思ってる。9番とかどこ行ったの、3番とかどこ行ったのかなと思ってるし。今日8番釣りません？で、5番は6番の保護占いとかがいいかなと思う。これ、ま、わかんないけどね、6番が、6番8までバチバチに切り合ってる可能性もあるけども、7番がもうそういうふうに言ってるんだったら、占いは6番に飛ばしてあげた方がいいのかなって思ってますけどね。まあ、8番白結果でも強靭あるから、そうなった場合、1、2は引き切ればいいかなくらいですね。独性度を持ってるで、こんなことやるやついるんだね。だとしたら自分1番から行きたいから。もし連絡の手をかけるんだったら1番から行きたい。ちょっとね、つまんねえことやってるやつがいるから、もう適当に流す。2番は結構芯っぽいなと思ってる。釣られるのは釣られないが、もう適当に一言で済ます。時間がもったいないから。5番。関わんないってやつをやる。発言します。俺3回連続狼だね。で、こんな盤面作られて何もつまんないっていう。どうしような。いや、割と1の旧指摘良かったと思ってる。そして6はね、なんか1を偽で見てる割には、1、2どっちだろうなって最終着地がわからない。3は何者なのかわからん。
だってやる気ないから。うん。もう一言に済ました。その発言はちょっとな、理由言ってほしかったよね。だって、やる気あんまないから。なんか、まだ5番から一本してる裏可能性もあるし、もうやる気ないじゃん、もう。俺らも。人狼には見えないんだけどね、3番様。これ逆精査って言われたら逆精査なんだけど。人狼、だって釣られてもいいと思ってるからこうなってんの。あ、違う、あんま釣りたくないけどな、俺は。8番生き残ってくんねえかな。いや、まあ、グリーン精査 してない。5番はどうするの？レーンは行くの？俺もグレー行くの？だからこそ8はいいなとは思ったけどな。5番はどうすんの？グレー行くの？まあでも、霊媒つっときますわ。うん、2番行こう。1、2の卓でお願いします。2番しかねえだろ、ね、2番これは人外だから。2級ロロ。1、2の卓でお願いします。すいません。無理無理で、俺占います、頑張って。俺占いでいいよ。どこ占おう？俺しかねえだろ。どこ占うの？ 3 でいいよ。2、4から3疑われてて、もういい占い。3占いが完璧よ。5番はやれる男。エンターテインメント、エンターテインメントが大切かな。まあ、つまんねえやつはもう3、8ランにして終わるから、もうゲームが。それでもいいよ、俺。別に流してるから。面白くねえからさ、ここに、もともと狼やりたくない人に白を打つことは、まずわけわかんねえんだけど。狼やりたくないし、狼の占い師出ないから。投票してください。新郎ローぐらいので、新郎ローでしか出ないから。つまり、明らかに偽占いでしか出ないから、狂人と人狼ってほぼ出ないんだわ。ほぼ。そういうデータがあれば、俺に白を打つ意味がないんだわ。意味がないんですよ。で、スライドする意味がないんですよ、あまり。投票なんでかというと、狼でそこまでやんないから。狂人はほぼ潜伏だから。追放されるのは、よし、高い、気持ちいい。3です。あ、こう、狭い。で、9番、強いしょかーい。2番、3が発言します。はい、5番さんは必ず8番さん占ってください。今日、昨日、次は絶対8番さん占ってください。そして4番さんの言ってる内容が、まあ、クリティカルヒットだったなって思いますね。で、3番さんっていう人物は、2番釣りますってしか言ってない状況下で、なんで3番さん生かすんですかね、と思いますけど、3番占うよりは8占うんですよ。いろんな人がいんのよ。自分の精査をすっ飛ばして私に入れてる状況下。2番に言うけどね、俺の人には白打とうが占い出ないから。もともと潜伏とか潜伏しないとか、そういうのはあれだから。7番は隠し俺に関してはあと3連続狼させられてるからめんどくせえなと思って。おかしいですね。私は言ってる状況あまりね、僕に白を打つのはあんまりね、意味はない。狼やる気がない人に狼打っても意味ない。やる気あるやつに打った方がいい。むしろ色が狼と村が判別しづらいとか。コード取ってるのって俺みたいな人にはね、打つだけ時間の無駄。狼そもそもやる気ないから。だってさ、1戦目と2戦目と今見てさ、はい、任せます。はい、になりました。もう動画を買ってください。襲撃対象のボタンをタップして選択してください。はい、OK。じゃあ4番いきましょうか。はい、まずは。3番、頑張れよ、お前。頑張るって、今頑張ってるよ。頑張った結果、なんとか生き延びだよ。危ない。逆精査で頑張ったわ。もう、あれにかけるしかなかったからね。釣られるかと思ったけど。頑張ってみるもんだね。大丈夫別に。うん。やってみるしかないからね。うん。あ、やる気なかったからね。もう、釣られるかと思ったら。もう待ちください。1本って言ったら終わりだから。思ったらなんか2番釣られたっていうのがあるから。当たりかもしれないからね。ラボの関係上自爆したらダメなのこれ。ラボったらダメなのこれ。自爆戦法ラボ。昨夜襲撃されたのは。4番、3です。ラブラブ自爆はダメなの？ラボって。5番、3が発言します。ごめん、6占ったけどね。ただまあ2番さん死んだと思うわ。だから1番さん行きますね、それは。いやー、俺1は偽だと思うよ。まあどっちみち両方手かけるから、どっちでもよかったんだけど、なんか、1の使用遅いのやっぱ気になるわ。で、2がスライドする理由もわかんない。はっきり言うけど。ってなってくると、そうだな。まあ、1が死んだった場合、まあ2キュロ硬いのか。
まあ2番さんが占い指定するのちょっとやめてほしいんだよね。それだけはちょっとおかしいけど、うん、どうしよっかな。2番タイプに言うけど、俺にしろってどうすんのっていう。あ、真面目に言うとね、狼やる気ない人に白打ってどうすんのっていう。その人に白打ってどうすんのっていう。だと思う。俺の場合はもう放置でいいっつの、はい。狼やる気ないんだから。そう。村ん時と狼の時は、クイズしやすい人に打って打つ暇あったら、観察したらいい。今日は引き切るって別にいいんですけど。他の人にやった方がいいよ。めちゃくちゃ3番の色が大事な盤面だったなって思ってます。あ、っていうのが2番強靭だった時の、3黒っていうラインがあったので、今回黒結果が出てるのでそのラインは勝ったんですけど、うん、まあそっか、まあ、1角だからしゃあない。でもね、3番の色がめっちゃ気になるんだよな、あの一言の発言といい。っていうのがずっと多分ね、5番さんが買われた後に引っかかってくるような気がしてます。で、3番じゃなかった時の8番さん9番さんなんですけど、うん、僕は8番さんは興味が高い位置かなっていうふうに思ってます。4投票してます。4番が8番投票か。ごめんなさい。あー、めっちゃ分かるわ。でも大丈夫。じゃあ。頑張れ。結構沼っちゃいましたね。僕は9番さんにローメア感じてません。なんで、9番さんに投票することはないんですけど、83の精査をしたときに両方人外の可能性があるなって思っちゃってるんですよね。どうするべきですか。7番さんが発言します。自分は一番スケールが合うのは8なので、あと5番さん6白めくっといてくれなかったら、7番はもう猛烈に6番釣りをしてたんで、あの7番的にはありがたかったです。すいません本当に。でもこの人あの絶対釣ってましたね。今日も何言ってるか分かんないし、あと発言盤面だけで言うと2番の新芽ってありそうなんであれですけど、発言だけで言ったら2番全然しないっすよ。4番が良かったっていうか4番の発言全然良くないっすよ。2番を新決め打って今日8番か3番落としてどこ占ったらいいのかなって、あ、じゃあ1番落としてか、1番落として2番新進行でって、もうどこ占っても一緒やん。2番新進行するんだったら実って色引いてあと残り釣り切りよ。分かってる。相当4番意味不明なこと言って、4番が良かったっていうの2番の発言上からちょっと自分はおかしな発言っていうふうにしか思わなかったし、6番の白引いといてくれなかったら6絶対釣ってましたね。7番は、はい、一番スケールが合うのは89番に関してはちょっと色付けしてんのかなっていう感覚はあります。あの3番を確定陣外で置いて、あの盤面上2番が死んだっていうのはちょっとよく分かんなかったっすね。はい。だから色付けしてんのかなっていう気はします。サマさんに関してはもうちょっと頑張ってくれないと、あの理解は一応できる範囲はあるんですけど、あの2番が残り少ない位置で3番に白打っていて、2番が新芽に見るのも理解はできますし、やる気なくなるのも分かるんですけど、発言頑張ってくれないと釣っちゃいます、ね。え？発言分かりやすく言ったけど、やる気なくなってきたんじゃなくて、8番さんがすごい分かりやすく言ったんですね。はい、結論から言うと2級ローの3強陣か6強陣じゃねえのこれ。なんで9番に全然指摘入んないのかが分かんないんだけど、2週目聞いて9番めちゃめちゃ黒かったじゃん。だって5番の占い結果って 100% 1回しか飛ばないのに、なんか俺に8番9番に色を当ててとか、なんか3人ぐらいに出して言ってたよね。もうして破綻してんじゃん、ぐっちゃぐちゃで。俺、なんか正直
4番ちゃん噛んでくれて嬉しいって思いましたね。4番ちゃんには申し訳ないけど。さ、6番にさ、スイナー使わないで、ほら、6番白出たとすんじゃんって、俺、仮に考察したじゃん。で、6番の話聞いてさ、6番が白持って精査する立場になったとき、これ、村勝てるかってなるじゃん。だから6番釣り寄すのは当たり前だし、出方だけで俺、精査なんかしないから。2番なんて特に俺のこと人狼で追ってるんでしょ。もう無理だから俺2番の芯を追うなんてそんな発言されてて。2番視点3番8番睨んでて、じゃあ2番視点1番強陣3発狼で3番側の人狼じゃないようなムーブすんのかよ。2級にしか見えねえけど俺3番が人狼に見えないから。はい。3番あって強陣なんじゃねえの。多分2級狼じゃねえのこれ。なんで出かかっただけで1番2番の俺が精査2周目聞いてないのにしないといけないんだよ。その不当がもう、その不当な精査聞いてて、呆れたわ俺。なんで出かっただけで精査決めないといけないの。それ精査する方が村じゃねえだろ、出かっただけで。人外だってやれるんだ。9番さんが発言します。うん、2番さんの8番怪しんでる理由とかって考慮しないですかね。その8番さんって霊能に言及せずグレーに6を釣るって言いつつ2番に投票してきてるから2番目線8番が人間に見えたってことだと思うのと、あと4番さんのこといいって言ったのはそのスケールの話だと9番は解釈してます。なんか自分に都合のいい組み取りなのかもしれないけど、あと8番さん2級って言ってたけど、多分1番さんの発言が2よりも良かったっていう評価されてるうちの一つの理由として2番9番が見えないっていう視点を1番さんが挙げてるからだと思います。そこ8番さん聞いてたっすか。あの78が6を叩いて9はあの6の意見っていうのは同様に分からなかったが対話姿勢だとかを見て別に印象悪くはなかったんだっていうのから 1,2,3 番が9番っていうのを怪しい位置として挙げていたを見て1番さんって2級用はないんじゃないか、9番強靭かもしれないがって意見だと思うんで、そこ8番さん聞いてたのかなっていうところ、1番さんと相違する意見ならよっとは言っとくっすね。あとその自分が6、8、9に当てた方がいいっていうのは 1,2 で2番の方が新芽があり3番っていうのが部屋村になった要因考えると2番の三四郎が人狼に当たってたからじゃないか、だから1、3に縄を使うんだ、残った5番さんの1回しかない占いは6番、8番、9番のいずれかに当てるのがいいんじゃないか、それは5番さんの中でのスケール次第だから別に9番は自分のことも含めたって感じですね。これでなんかアンサー理解できないって言われるんだったらもうしょうがないかなって思ってます。1番さんが発言します。はい、ニクロでした。ね、2がね、8にあの8を釣るとか色当てるとか言ったでしょ、言い物で。だから2、8って絶対ないんですよ。で、あの2、3だった場合って昨日も言うけど、2、3だった場合って2って3って言ってるんですよ。占いから霊能引くってことは3って釣られる可能性もあるし、3あの発言することによって全然釣り位置になり得たくらいだったら、だからそこにして持ってってる6がおかしくて、6の3投票も浮いてるんですよ。昨日って1、2の択って5が指定してるんですよ。それで6があえて3投票してるところに占い当てるかねと思って、俺は5番さんにすごく別のとこ色当てるよと思いますよね。だから6強人だと思うよ。だから2、3見えないし、2、8見えないから、俺9で終わると思ってるけどね。もう9の視点が目指してんじゃない。だから、9、2、ロール、6、9。もうこれしかないと思うよ。もう2、今日聞いても8村にしか思えないし、3が狼であの発言してたら釣られるだろう。そういう精査になってないんや。6の3に指摘してる、1、2に行けないのって6強でしかないだろ。2、3見えるのか、2、8見えるのかって言ったら見えないだろ。9で終わるってことなの、絶対に。9で終わんなかったら3で終わるわ、きっと。2、8絶対ないから。だって2つられてて8クロを見られたときって終わるんだぜ。そんな線が俺は見えないもん。だから9、3引き切りゃ終わるんだってことだ。
あなたの発言です。だから2級ロロって言ってるんですけども、やる気ものすごいあるんですけど、言わなきゃいけないんですけど、2級ロロ、2級ロロ、2級ロロって。何回言ってんだって話だから、一言でいいんですよ。2級ロロ。1が死んでしょ。2番って色見る気ないんだもん、1番の色。ちゃんと8いきます。いや、あなたの中で1番はないもんだという、この考えがないんだもん。2番が新首相なら狂人か人狼によって変わるんじゃない？狂人だったら2老構成だし、人狼だったら1枚いるわけでしょ？だからそれがないんだから。だからもう2番偽。で、2級しか繋がりないから、2級だって言ってるだけの話なのに、やる気ないって言われてんだけど。2級ロロ、9いきます。もうシンプル、is best。はい、9もいきます。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのは1番3です。もういいんだよ、もうこういうのは。1番さんが発言します。いい、これはワンチャンミスリードになる。いや、まあ、あんまりね、弱いとかあんまり言いたくないけど、これだけ1人の票が2に傾いてて、で決め打ちできないぐらいだったら最初からグレー詰めりゃいいんだよ。で、5の占い値狭めればいいでしょ。6つったっていいんだよ、9つったって。わかる ?2 の相方が3分の1で見つかるか、4分の1で見つかるかっていうところになるんだよ。精査できない、逆が温度取ってるから、こうなる。だから俺が色見てやるって言ってるから、9つろうって、俺、初週に言ってるだろ。おかしいって、9の6に対する視点って。6白なんだろ？ 9 色見えてるじゃん、絶対に、初週。あの盤面で7、8が6叩いて、6叩かないんでしょ？ 6 の評価集してるんだよ、9って。わかんねえのかね？はい。だからもう5番いくしかない。5番。襲撃対象のアバターをタップして選択してください。もういいんじゃない、もう2級でいいんだよ、もうシンプルに、うん、で6か7がミスリードしてくれたらラッキーぐらいで。そうそう、最悪まあ3級ランにして8番頑張ってもらうしかないけど、6、7がミスしてくんねえかな。6、7がミスしてほしいけど。大丈夫だろ、うん、頑張ればできる、うん、いいんだよ。もうね、お待ちください。綺麗にやっても勝てないから、3と8は。もう逆にもう、ベタなやつでいい。あ、真面目にやっても勝てないから。真面目にやって9番残す進行を取っても、9、8、4、9、3でも、結構厳しいから。だったら、ワンチャンにかけた方がいい。昨夜襲撃されたのは、5番3です。どうせこれ、真面目にやったって負ける可能性あるんだから。6番3が発言します。昨日の1番さんが言ったように、6って3投票してるんですよ。ってことは、めちゃくちゃ強目が高いじゃないですか。マックス強人っていう位置になるはずなんですよね。で、そこで占ってくるっていうことを5番さんがしてるんですよね。なのに、1番さん、その後言った発言、真逆のことを言ってません。僕は1番さんをやっぱロジックで追っちゃってます。うん、2番さん新軸ですね。で、その時にやっぱり僕3番さんと8番さん絞りきれてないんですよ。9番さんはね、あんまりロー目を感じてない。2とのラインはあんまりないと思ってます。1番さんの提唱する2級ライン、うん、その9番さんの言う占い位置3つのうち絞れるとかいう言い方とか別に問題ないというか普通だと思ってて、うん、で、まあ例の欄でいくなら1投票してるって点で
全く問題ないと思ってます。うん、まあそこが7番さん目線どう見えてるかってことですよね、大事なの。うん、僕は、うん、やっぱり3番さんが怪しく見えちゃってるんですけど、なんか他の要素ってあったりしないですかね。7番さんが発言します。現状は1番さんの遺言を聞いて1番さん教授かなと思ってます。理由はまず2番さんの黒を見てる一番心霊能だった場合は、まあ6番強人線高そうですけど、あのもうしょうがなくないですか。あの霊能2日目に鬼滅したら発言出ないような気するんで、2番が真だったのかなと。1番の遺言聞いて7番はようやくって感じですね。はい、2番が真だったのかなって思い始めたのは、で1番強人で置いてるのは2番黒っていう風に霊能結果を示してるから、1番は1番狼の時に2番黒ってあんまり利がないので、1番が偽の時はあの出方が遅かったってところからも含めて強人目の方が高いですね。はい、なのでその場合は6番さんは村になります。で1番強人が分かっている3八老老とかはありそうなんで、あの1番を偽で置いて2番死んでおくんだったら1番強人で置く方が普通だと思いますし、その場合は3八老老の方があのいいんじゃないでしょうか。で6番さんにはなんかスケール的にはそうなるんじゃないのって、はい、思います。まあ多分3か8かどっちかに入れて、あの9とライン切りしてるかどうかを最終盤面考えるって感じですかね。はい、そんな感じです。だから7番は3か8かどっちかに入れます。8番さんが発言します。ダメだこれ。ああ7番さんさ、6番ガチで巨人に見えないの？本当に3八老老1巨人って見えんの？3八老老で3番さん考察してるんだよ、1周目2周目。俺信じらんないんだけど、普通に聞いててさ、9番のさっきの発言聞いてて、自分の二郎一と強人一全く提出してこないんだよ、9番って。それ村に落とせないのって9番が人狼だからに決まってるでしょ、そんなの。9番視点で2番が死んだ、1番が死んだって言うんであれば、7番さんみたいに1番強人で3八老老とか、6番が隠しろ状態で1三老老、1八老老の6か強人、6強人とかさ、そういう視点落とせるじゃん。全く落としてこないのって9番が人狼だからだよ。わかんないのかな、これって。俺らの視点じゃないと。はい。8球ランでいいよ、8球ランで。俺 100% 6番強人だと思ってるから、投票一と発言で。だって6番視点で、1番、2番で、1番が人狼。何それってレベルじゃない。1番が人狼で1、3、老老で3番が考察するの絶対ないでしょ。で3番が村にしか6番の狂人しか見えてないから3番投票流してんだよ。6番は8球なんでしょ。9番さんが発言します。まあ、だいぶ一番強人の3、8、老だと思ってました。なんなら初日から。まあなんか、いいっすよ、8、9のランで。で、これでなんか、3番、2番、狼の6、7強人がいるとかで負けたとしても、もうしょうがないっすよね。これさすがになんか、言われることはないかなと思って。8番さんからだし。まあ追ってないですけどね、23ローの67どっちか強人とか、2が死んだとずっと思ってて、
1383人街で、まあ、一番が人狼で占い師資格させつつ霊能の対抗として出てくるって考えづらいから一番強人38郎、3番が2番の三四郎で、8番3番が2番強人だって認識して潜ったけど、実のところ2番さんが霊能ですらだったから平和村になっちゃいました。8番さんって初日に村の6番、まあ、少なくとも全目線で白の6番を釣りをして 1-2 っていうのには言及せず、まあ、言及しようとしたらもう場面要素で逃がしになるですからね、それは自覚してて、投票はさらっと2番。昨日の発言でも2番さんの8が偽って理由をガン無視しておかしいだろうって言って、今日の発言は完全なる7番へのすり寄りね。なんかもうめちゃめちゃすり寄ってて、狼って大変だなって思います。8番投票します。一番強靭の38ロートしか見えないっす。あなたの発言です。もう3球でいいですよ。98ロートならどっちみち負けでしょ。8ついたとて9番釣れないんだから、この村は。だからもう93でいいですよ。3球にして。98ロールなら負けたから、もうどっちみち。ね、意味ないでしょ。うん。もうね、わけわかんないことしてる暇があったら、もう9と3のランでいいです。それでもう決めたらいい。98だったら、もう PP で終わり。はい。ってことなんで。まあ1が死んだと思うから、2球か28で、まあ2球だと思いますよ。はい。うん、はい。1が死んでしょ、普通に考えて。はい。2番の黒を打ったら強靭になる意味わかんないっす。2の番の方って1番釣る気ないんだから。グレーから行きますなんて言ってこと自体がまずおかしいから。うん。2番人狼、2級か逃がし、2級ロロ。はい、9番行きますって感じで。はい。の、ここでね、98ロロでなんかライン切ってるとかになるかのも面倒なので、まず、93で行きましょう。はい。もうそれでやりましょう。もう面倒なので、こちらとしては。もうこの日に決める。決め打ち。負けたら、まあ6番、7番が、村であれば6番、7番が悪かったって話なんだから、もう。1、新進行でなんでいけないんだろうって、もう2キロロでしかないでしょ、こんなの。はい、9番いきます。はい。投票してください。アバターをタップして選択できます。投票を終了しました。追放されるのはおう、これはヒエロちゃん、敵ありがとう。試合終了、そんなことあるんだ。勝利しました